パリーグ首位のロッテはチームを支えるベテラン2人が躍動。初回満塁のチャンスで交流戦通算打率歴代トップの角中。交流戦男の実力は本物、走者一掃の3点タイムリー。そしてリードのままで迎えた9回、マウンドには増田。3人できっちり抑えた増田、史上10人目となる通算200セーブを達成しました。この成績に恥じないように、これからもどんどん頑張っていきたいなと思います。